それでは、まず波足を少しし見ていきましょう。波足のリズムを正確にすると必ず馬というのは4節で綺麗なビートで歩いてくれますそのリズムっていうのはどういうものかっていうと今メトロノームでだいたいカウントとして90から95の間で歩くと4節の綺麗な波足を馬は見せてくれると思います大体このぐらいですね じゃあこれに合ってるかどうか見てみましょう前足でも後ろ足でもいいのでこのメトロノームの、えー、リズムとほぼ一致するような足の運びになっていると、えー、ジャッジから見てもきれいな四節の波足だなというふうに見れると思いますこれは馬によって それほど差はありません。ほとんどの馬が、えー、サイズがほぼ似通っていれば、おおむね同じリズムで歩いてくれます。えー、ヨーロッパから入ってくるスポーツホースにしても、えー、国産のサラブレッドにしても、ほとんど違いはありません。これが、馬が持ってる、えー、きれいに歩くリズムというのは、おおむねこのリズムだというふうに覚えてください。 では次に、L クラスであるターンオンザホッチスの練習の仕方に行きます。ターンオンザホッチスを練習するときに、格子旋回をあまり練習しすぎると、後ろ足が止まってしまいます。後ろ足の動きが止まってしまって180度回転すると、ジャッジの点っていうのは4点以下になってしまいますから、そうならないようにするために普段どういう練習をするかっていうのをここではやってみましょう。一つは、 小さな巻き乗りをする。あるいは小さな半巻きをする。これを馬に印象づけることが大切です。今、小さく、そうですね、直径5メーターぐらいの半巻きをして、この時は、後ろ足がちゃんと前足に向かって運ばれるように。タノン,ンザホチスのように横へ旋回していくんじゃなくて、わざと小さく巻き乗りをして、後ろ足が前足に向かって進んでいくように馬に促します。なぜこれをするかというと、 馬というのはもともとサボりやすい動物というふうに考えてください。小さく回るんであれば、前足よりも後ろ足は内側を通って楽をしようっていうふうに考える馬がほとんどです。ですから、あえて巻き乗りの時に、前足と同じラインを歩かせることで、ちょっと馬は大変だなっていうふうに感じさせておくことですね。で、この後にタ単ンザホチスをするとき、外側の客で少し横へ、 後ろ足を動かしてやると馬は逆に巻き乗りの時よりもサボれるというふうに感じて後ろ足を止めることはないと思いますちょっと見てみ巻き乗りを今終わりましたさあパンノンダホッィスですというふうに後ろ足はサボることなく回れます ただしこれも何度も何度もやってしまうともっとサボろうもっとサボろうというふうに馬は考えますから例えば競技会の前であればあまり数多くやらない方がいいと思いますさあ次に今のターンノンザホチスと今度は講子旋回の違い見てみましょう講子旋回はターンノンザホチスの後ろ足が通るエリアの半分ぐらいのエリアおおむね 直径にすると50センチぐらいのエリアの中で後ろ足を回転させないといけません。ですから、タンノンザホチスがその場合、直径1メーターぐらいのエリアを後ろ足は通っていいですよ、という風うに定義されてますから、コイス展開はより小さくなります。ただし考え方は一緒ですね。後ろ足をサボらせないようにするためには、より小さな巻きりであったり、より小さな半巻きを何度か練習して、それからやってみるのがいいと思います。 もうう回回見てみまましょう旋回をやりますこの時注意するのは前足と後ろ足同じ歩数で動くということですね後ろ足が止まってしまうと後ろ足の歩数は少なくなってしまいますからそうするとジャッジは後ろ足が止まりましたというふうに判定すると思いますこの時あまり内方脚 というのを意識して使わない方がいいと思います。講師旋回の時に内方脚を使って、後ろ足を動かせ、動かすことができる馬というのは、ピアッフェとかパデコールとか、そういうトレーニングを受けて、客の合図に対して後ろ足を上下に動かすという習慣が身についた馬だけが、講師旋回で内方脚を使って、より高い点を取れると思います。 パデコールやピアフェをあまりトレーニングされてない馬に、後視旋回の途中で内方脚を使うと、後ろ足は外側へ向かってステップアウトしてしまいますから、あまり高得点には結びつかないんじゃないかなと思います。これが、波足のリズム、それからターンノン・ザ・ホッチス、後視旋回、そういったののやり方だと思ってください。